やってきました、息抜き第3弾。羨ましいわ。カーエックスにプレス出番が出たとのことで半年ぶりに息抜きと土壌しました。早すぎだよ。雪道は私のホームですからねー。さすがにこんな凍ったところ走ったことはないでしょうに。何言ってる私にかかればどんなロミン、ちょっとこれはまずい。私のバンパーが元とついてないだろうが、それにしてもこのクソみたいなデザインの車まだ持ってたのか。保安部品さよなら5手前もひどかった。いやーマジで半年ぶりなんで操作が全くわからない。このクッソ情けない光景どうにかならないんですかね。ちょっとそのタイミングで復帰させます。やばいやばいやばい、後ろからたくさん来てるんです。痛い。透明になれるモードができるといいですね。編集中はラリーモンテカルロが開催中。あやかるのにも無理がありすぎる。タナクさん移籍しても応援してますよ。オジェとエヴァンスのお二方も応援してます。ステンバイステンバイ。岩本だ、やれ、クローワン、エンゲージ。あ、待った、ゴン下に入った。ちょっとママ出る、コントロールが、コントロールが効かない。クローワン、ロスト。新しい車作りました。ロードスターですか、何は相変わらず魔改造チックですね。岩本だ、やれ、シュバルセリーダープロールユニッツ。一人しかいないんだった。あ、そうですか、目標を射程圏内に捕捉。槍が放てない。遅いからですよ。まあそれでもだいぶ挙動を思い出してきましたよ。せめてちゃんと走ってるところを映しながら行ってください。一旦前に出てかっこいい姿を撮ってもらいます。いい感じに接近できてるじゃないですか。まあ途中で飛んだんですけどね。台無しだよ。助けて。結局一人で脱出しました。ジムニーの偉大さがわかる瞬間ですね。その後もいろいろな車で雪上ドリフトを楽しみました。でも相変わらず遅いのには変わりないのが。ちょっと食稼ぎがてら休憩。その間は華麗なシルビアのドリフトをどうぞ。ドリフトってよりただ滑ってるだけな気がする。そろそろ新しい車も欲しいな。なんだかんだポピュラーな車しか持ってないですしね。結局既存車を仕様変更する形で進めることにしました。せっかくハードルも下がったことですし、改造幅を紹介できる動画も作りたいなぁと。瞬には簡単に流されるタイプ。途中からハンコンでプレイしてみたり、カウンター時にハンドルが戻ってこないせいで全く走れない。テスラのトラック見つけてしまった。なんか微妙に形が違う気がする。横から見ると無理やり作ってある感がしてしまいますね。もともとこうなのかもしれませんけど。何してるんですか、アベンタドール召喚の儀式。え、こんなんでちゃうもんなんですか。知るわけないでしょ。そろそろ終わろうと思ったら別の日に走った映像が出てきた。また保安部品さよなら号に戻るのか。見よこの華麗な表情ドリフト。外側に流されていってる気がします。ああ、雪山にぶつけ、ちょっと待て、サンドイッチは勘弁してくれ。いいじゃないですか、ボロボロなんですし。でもこうやって走ってると本来の車遊びのあり方を感じられる気がします。この映し方で事故らせるのが楽しみみたいになっちゃってますけど。ハマりました。いやいこっちゃない、世界のスバル助けてー。すぐそうやっ、触れただけで吹き飛ばすとは。結局世界のスバルに助けていただきました。ちょっと想像してる助け方と違った。カローラスポーツに乗れるゲームって他に聞いたことありませんよね。フォルサとかでそのうち出るでしょう。異常生放送の裏側とプラスアルファでした。たまに走ってるので見つけても煽らないでくださいね。